2018イメージ安田生命 J1 リーグの第7節です。パナソニックスタジアムスイーター、ガンバ大阪対ジュビロ磐田のゲームをお届けします。過去の対戦成績はガンバの18勝、磐田の24勝、引き分けが4つです。両チームの選手がピッチに姿を現します。さてガンバ大阪の予想スターティングフォーメーションです。今日は4バック、右サイドには米倉が入りました。左は八瀬です。まあ、本来のオジェソク、そして藤原というところが欠場です。マテウスと遠藤のダブルボランチ、そして今日も左にはメシノが入っています。長澤のワントップです。ジュビロ磐田、今日の予想スターティングフォーメーションです。まあ、カミンスキーがかかとを痛めてということだったんですが、よく復帰をしてきて、やはり安定感ありますもんね。いや本当にこう前節のエスパルス戦でも受け的な場面を、ね、阻止する状況もありましたし、かなり存在感もありますよね。そうですね。川又のワントップで、中盤が中村、山田、そして上原、田口と、この辺はかなり固定をしつつあるという状況ですね。今度は最初のコーナーキックのチャンス、ガンバ大阪です。かなり雨が降っています。いや、矢瀬ディクシュート、先制ファビオ、先制ゴール、ガンバ大阪セットプレーから取りました。早い時間帯にセットプレーで先制点、最初のセットプレーで取りました。ニアで長澤動いて、その後ろからファビオ、ちょっと横へのこうグランダーの速いボールというのはファビオ結構多いですね。ボックスの少しこう外れたところに入ってきてほしいね、はい、ボールの質はたくさんありますよね。もうここ前でチャンスになる、長澤シュート、枠に行きませんでした。決定的なシーンでした。いや、もう少し落ち着いてボールを運べる時間とスペースあったと思うんですけどもね。戻して東口、ジュビロは2人選手が準備しています。はい、そうですか。11番の松浦選手と23番の山本選手です。はい、あっとここはミスになった、川端シュート、わずかに左に外れました。ビッグチャンスだったジュビロ磐田、枠に飛ばせませんでした川端。これは川端選手、ジュビロとしてはやっぱ決めないといけない。背からのパスが中途半端になりました。マテウス、中村圭人、中村前向いた、中村シュート、枠に行きませんでした。ファーストタッチ、コントロールからシュートを放ちました中村。特徴出ましたね、中村圭人、中村圭人、パスを狙っていました。パスカットからのチャンス、中村俊介が開く、ギレルメクロスボー ル, ボール、川端のシュート、ブロック、もう一度シュート、ポスト、また決定的なシーンでした。最後松浦ポスト、いや完全にフリーになりましたけど ギレルメがこれいいボール、胸トラップから川端のシュート、このブロックで完全にフリーになったんですが、逆サイド来ますよ、中に中村圭といいますが、自分で打った、決まった、2対0ファンウィジョ、大きな追加点、グッドガンバの夏勝利を手繰り寄せるゴールをファンウィジョが決めました。なかなかファンウィジョのゴールが勝利につながらなかった今季、ようやくファンミジョが勝利を手繰り寄せるゴールを決めました。まあ、得意な角度ですよ ね、あとは中村選手のランニングも素晴らしかったですし、後半は完全にゲームを押し込み、しかも決定機もあったジュビロ磐田ですが、
川又が外し、松浦のシュートはポストに阻まれました。その間にガンバはファンウィジョがゴールを決めて2対0。そしてここで笛、2対0、ガンバ大阪16戦リーグで勝利がなかった17ゲームぶりの勝利、座り込みます。ようやくリーグで勝利を手にしました。